今村直吉今村直吉3月15日から1943年4月17日は日本の大倉官僚、実業家、東京帝国大学卒業、大日本宗教協会初代会長、大日本レスリング協会会長、大日本陸上競技連盟顧問、今村有林の次男として生まれる。有林は明治、大正期の著名なフランス語学者、 また兄の今村新吉は、京都帝国大学教授を務め、日本の精神病理学者の先駆者と呼ばれた人物である。1891年に、東京高等師範学校附属小学校、1897年に、東京講師附属中学校を卒業。第一高等学校に進学。東京帝国大学在学時には、陸上競技に転校し活躍した。 1904年に、東京帝大法科大学卒業後、大蔵省に入省。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。大蔵省初期間、ロシア駐在財務官を務め、1920年に、退官し、東京市財務局長を務めた。後に、浅いアリ業社長、日露実ル業常務を務めた。この傍ら1912年、 ストックホルムオリンピックに日本が初参加する時の予選会では競技委員を務めた。戦前の日本スポーツ界の重鎮である加納ー五郎の信任が厚く、1913年には大日本体育協会総務理事の7人の一人に選出された。1921年に大日本体育協会の筆頭理事であった関係で、 日本宗教協会の会長に就任し1933年まで同職を務めた。在任中に日本サッカーのレベルは急速に発展し、後にベルリンの奇跡と呼ばれた成果を生み出した。また、翌1934年から1941年までは大日本レスリング協会の会長を務めた。1943年4月17日に死去。 去年64、2005年には、第一回日本サッカー殿堂入りを果たした。1897年に、東京講師附属中学校を卒業後、第一高等学校に進学。1899年5月13日に、学内レースとして企画した上野市のバズケ、集会競技で、当時、ランナーとして、有名だった、木下東作を破って優勝した。 1900年、東京帝大進学後も運動会で活躍。同年11月の運動会では200、400、1000メートルの3種目で優勝した。東京講師付属小学校時代に、坪井玄道に集休を学んだが、当時は、サッカーはそれほど普及しておらず、野球や陸上競技が一般的であった。そのため、 小学校時以降はサッカーから遠ざかり、選手としての実績はない。その後、1919年にイギリスから銀杯が寄贈されたことをきっかけに、日本サッカーを統括する団体を創設する動きが始まり、東京講師の内野大霊やイギリス大使館のウィリアム・ヘイグの協力により、組織づくりは進んだ。しかし当時は、オリンピック参加のために大日本体育協会が、 設立され、オリンピック予選会等は、大局主催で行われていた。日本初の単一競技団体の会長とあって、就任承諾はなかなか得られず会長の人選は難航したが、最終的に大局の筆頭理事である今村が承諾した。第1回理事会は、創立日の1921年9月10日午後6時から、今村の指定で行われ、 協会成立を発表する具体案全国優勝競技大会の概要等を確認9月16日に京橋区総重郎町の協会事務所で発表会が行われた。なお創設時の役員は以下の通りとなっている。ありがとうございます。